ドジャースの大谷翔平選手は類を見ないくらいの成績が称賛される中、こんな礼儀正しいスターは初めてだ。大谷の行動を米国人も見習うべきだ。彼以上の選手がいるか想像できないと、その礼儀正しさや行動についても称賛を集めています。大谷選手の相手監督や審判に対する態度、大谷選手だけが行うベンチ内での行動など、その行動は米国においても素晴らしいと称賛されています。エンゼルス・ドジャースの面々や MLB の敵将たちからも大谷選手の礼儀正しさやその賢明なプレーが称賛されています。本動画では大谷選手の礼儀正しさが見える行動、全米で注目を集めたワールドシリーズでの大谷選手の所作、レジェンド投手が語る大谷選手の人間性について詳しくご紹介します。大谷が敵将に見せた礼儀。大谷選手の偉大さについては、多くのメジャー現役プレーヤー、メジャー指導者たちが言及しています。それは元アストロズ監督のダスティ・ベーカー氏もその一人です。ベーカー氏は現役時代にはハンク・アーロンやレジ・ジャクソンらとプレー、指導者としても通算762本塁打のバリー・ボンズを指導した経験もあり、メジャー史に名を残した名選手を知り尽くしている存在だといえます。そんなベーカー氏は大谷選手について、野球界で見た中で最も驚異的なアスリートと評しています。それはバリー・ボンズやハンク・アーロンといったレジェンドすらも差し置いての発言ですので、その言葉は非常に重いものです。ベーカー氏はアストロズで指揮を執っていた2023年、偉大な選手を何人も見てきたが、風のように走り100マイルを投げ、打撃でも誰にも引けを取らない選手は他に知らない。誰もが彼を自分のチームに欲しがるだろう。おそらく彼は我々が対戦する中で最も礼儀正しく尊敬すべき敵だと大谷選手について述べました。ベーカー氏は大谷選手の礼儀や作法についても称賛しています。ベーカー氏は、大谷はおそらく私たちが直面する中で最も礼儀正しく気高い人物だと、その人柄を称賛。その理由について、彼は毎回初打席で私に挨拶してくれるんだ。その後に本塁打を打つのだが、ねえ挨拶やめて、挨拶を返さないといけないだろうって思うけどね。彼は紳士だ。紳士的なライバルに感謝していると、大谷選手がベーカー氏に必ず敬意を払うような態度を取ることを明かしました。2023年末、アストロズの監督を勇退したベーカー氏。そんなベーカー氏は2024年1月末に行われた全米野球記者協会のニューヨーク支部が主催する夕食会に出席。関係者やファンなど約600人が集結した食事会において、ジョークを交えて大谷選手を称賛し、会場を笑わせました。ベーカー氏は大谷選手について、この男は私が見てきた中で屈指の日本人選手だ。そして謙虚だ。時に彼には腹が立った。打席に向かう前に私の方を見たからだ。私はその時何かを書き留めているふりをした。こうやって何かを手に取って、でもそうしながら彼の方を見た。すると彼は私の方を見てうなずき、私もうなずく。そして彼はパーンとホームランを打つと、2023年までグラウンド上で繰り広げられた大谷選手とのやり取りを明かし、約600人の会場を笑わせました。さらにベーカー氏は、私が顔を上げるとスタンドで観戦していた妻がホームランを打つ彼の写真を撮っている。そして彼はマウンドに向かっていき、また私の方を見てうなずく。私もうなずき返す。そして彼は打席に立った最初の3人を三振に取ると、自身の妻が大谷選手のファンであることを明かし、会場を沸かせました。そしてベーカー氏は、先ほども言った通り、この男は今まで見てきた中で最も才能がある選手の一人だ。私は彼に伝えた。君は悪い男だとね。彼は私の真意が分かっていなかったと思う。本当に悪い男なんだと切り出すと、大谷選手を壇上へ呼び寄せたのです。そしてベーカー氏は、彼は才能があるだけでなくルックスもいいねと、大谷選手の見た目についても称賛し、会場を笑わせたのでした。そんなベーカー氏からの称賛に対し、大谷選手も少し照れたような表情を浮かべていました。ベーカー氏が称賛するように、大谷選手はグラウンド上で
礼儀正しさをたびたび見せています。2023年敵地で行われたマリナーズ戦において、大谷選手は試合前、マリナーズで球団会長付け特別補佐兼インストラクターを務めるイチロー氏と再会。大谷選手はイチロー氏を見つけると自ら駆け寄り、帽子を取ってペコリとお辞儀、握手を交わし、さらに深々と頭を下げた大谷選手はイチロー氏としばらく談笑を交わしました。メジャー挑戦1年目、オープン戦で結果を出せず、野球人生で一番と言えるくらい苦悩していた大谷選手、藁をもつかむつもりでイチロー氏の自宅に訪問。イチロー氏から自分の能力を信じなさいという言葉とユンケルをもらい、見事メジャーデビューを成功させました。そんなイチロー氏への敬意と大谷選手の好青年ぶりが伝わる一幕は、日本人はもちろん米メディアにこぞって取り上げられるなど話題になったのです。また2023年4月5日の敵地マリナーズ戦でもこんな一幕がありました。先発した大谷選手は初回にピッチクロック違反を取られました。イニング終了後、ネビン監督を交えて状況を確認すると、相手バッテリーに投球練習用のボールがないことに気づいた大谷選手は球審のポケットからボールを取って投げ渡したのです。普通選手がそのようなことはしません。ですが人一倍気遣いのできる大谷選手はそういったことをやってしまうのです。そんな大谷選手の心優しさが出た場面に、エンゼルスの地元実況席もウォームアップができるように、はいボールって手伝ってますね、彼は何でもやるんですよ、紳士ですと称えました。一方で同試合は敵地実況席から大谷選手の礼儀正しさを称賛される場面もありました。大谷選手は当時マリナーズに所属していたテオスカー・ヘルナンデス選手の右肘付近にデッドボールを当ててしまいました。ヘルナンデス選手といえば、現在ドジャースで大谷選手と一番の仲良しの同僚としても知られています。ヘルナンデス選手は痛みに顔を歪めながら一塁に歩きました。大谷選手はヘルナンデス選手に対し、すぐさまキャップのつばに手を当てて謝罪の意を示すジェスチャーを示しました。これにヘルナンデス選手も胸に手を当てて気にするなと伝えていました。マリナーズ側の実況席は、我々が知っている大谷の人間性を考えれば故意にデッドボールを当てるような選手じゃないと思います、大丈夫か確認していたのも驚きではないですよねと、大谷選手のスポーツマンシップあふれる人柄について触れながら地元の視聴者に伝えました。それにしてもデッドボールを当てられた選手の中には明らかに怒る選手もいます。大谷選手の礼儀正しさも素晴らしいですが、現在はドジャースのムードメーカーでもあるヘルナンデス選手もさすがの対応ですね。そんなスポーツマンシップを持っているからこそドジャースで意気投合したのでしょう。またドジャース入団後のエンゼルス戦においても、大谷選手の礼儀正しさが象徴される場面がありました。古巣エンゼルスとのオープン戦に出場した大谷選手、試合前にはマイク・トラウト選手ら元チームメートと再会し会話を楽しんでいました。注目された第1打席で大谷選手の名前がコールされると、エンゼルスファンからも拍手が起こりました。三塁側のネクストバッターズサークルから打席に向かった大谷選手ですが、エンゼルスベンチに向かってヘルメットのつばを触って挨拶をしたのです。さらに2024年9月4日エンゼルスタジアムで行われたエンゼルス戦でも大谷選手の礼儀正しさは健在でした。試合開始直後の第1打席、スタンドには大谷選手が登場するなり立ち上がってその姿を覗き込むファンの姿も見られました。そうしたファンからの声援を受けて打席に向かった大谷選手、大谷選手は昨年までチームメイトだったキャッチャーのオホッピー選手に対してリラックスした雰囲気の笑顔で話しかけると、ついでエンゼルスベンチへも一礼したのでした。そして球審にも礼儀正しく挨拶を済ませてから打席に入ったのです。この打席では初球を打ち上げてサードフライに倒れましたが、こうしたいつも通りの大谷選手の姿は多くのファンを喜ばせることとなりました。大谷選手の人間性はどこから来るのでしょうか。そんな大谷選手の人間性について元エンゼルス監督のマドン氏が詳しく話しています。当然のことだが、
翔平は今までに誰も見たことのない孤高の存在だ。彼の日々の戦績はあまりにも突出している。だが彼の本質は野球そのものと試合を可能な限り楽しもうとする姿勢だ。負けたくない思いは誰よりも強い。同時に謙虚で礼儀正しく優しい男だ。ある意味で古風な気質を備えているとも言えよう。対戦投手のことについて打撃コーチに助言を仰ぐこともある。投手として対戦打者への配球をどうするかスカウティングレポートに耳を傾けることもある。しかしいざ球場の中に入るとこの男は腕を思い切り振って大胆な絵を描いてみせるのだ。何をしたいのか何をすべきかを自分でもよく理解している。だから毎回の状況に対しても独自に対処できる。周囲は何も言う必要はないのだ。他のどんな選手よりも優れているから。そして試合の中で対戦相手を任すには何が必要なのかを見極め実践することができるということだ。登板の際にはもっと勝利に貢献したいからと打撃も志願する。攻撃の際には打つだけでなく盗塁もして我々に勝ちをもたらそうとする。平凡なセカンドゴロを打った時でも内野安打の可能性を信じてトップギアで全力疾走する。見ていて実に気持ちの良い光景だ。まるで大型のワイドレシーバーを見ているようだ。大柄で手足が長く生え強靭でしかも俊敏だ。本当に俊足なのだ。繰り返すが翔平が野球を楽しむ姿勢はどれほど強調してもまだ足りない。あれだけの大成功を収めながら今もまだ野球を楽しんでいる。プレーすることを楽しんでいて試合が楽しくて仕方ないのだ。これぞ翔平だ。いつも競い合いしかも楽しんでいるのだ。大谷選手の本質は常に負けたくない気持ち、そして野球が好きな気持ちです。純粋な野球少年が大人になり、そして野球界で一番の大スターとなっただけなのです。ワールドシリーズで見せた大谷の所作に米国ファンが注目。大谷選手はドジャースに移籍した2024年、オールスター、プレーオフ、ワールドシリーズにおいてもそのプレーと礼儀正しさを称賛されました。大谷選手はMLB オールスターにおいて豪快なスリーランホームランを放ちました。この衝撃の一発に多くの選手が度肝を抜かれたようですが、ナ・リーグを率いたダイヤモンドバックスのトーリ・ロブロ監督も同様でした。ロブロ監督は米スポーツトークショー番組ダン・パトリックショーに出演。大谷選手について聞かれると、大谷の存在感はかなりパワフルだ。彼の隣に座ってみたりしたけど普通の青年なんだと、普通という印象を述べました。ロブロ監督はダイヤモンドバックス戦でホームランを打った後に塁を回る彼の姿を見て、昨日も打った、ダグアウトに戻って同じチームとして彼とハイファイブしたのがグレートだった、我々は一緒に笑い合う場面がいくつかあった、良質な人間が偶然にも素晴らしい選手だったというだけだと、大谷選手の打撃と人間性に虜になっているようでした。また大谷選手は自身が出場を熱望していたプレーオフにおいてもその礼儀正しさを発揮し、相手監督を微笑ませました。10月14日、本拠地でメッツとのリーグ優勝決定シリーズ第2戦、第4打席で四球を選び防具を外してから歩いて一塁へ向かった大谷選手。すると一塁ベンチからマウンドに向かったメッツのメンドーサ監督と鉢合わせになったのでした。これに気づいた2人は共に立ち止まり、どうぞどうぞのジェスチャー。最終的にはメンドーサ監督が笑顔でうなずき大谷の前を通過していきました。ほっこりするワンシーンはファンの間でも話題になり、にこやかにメンドーサ監督に道を譲る大谷さん、こんな礼儀正しいスーパースターいるのかなどといったコメントが寄せられました。そんな中メッツの超強打者は大谷選手に恐れをののいている様子でした。その選手はメッツのアロンソ選手。アロンソ選手は2019年には53本塁打でホームラン王を獲得。2023年の WBC アメリカ代表にも選出され、メジャーを代表する強打者の一人です。アロンソ選手はプレーオフの前、次のようなことを語りました。ジャッジと大谷の二人はレベルが違う。彼らだけにしか見えない世界があって、そこには誰も立ち入れないというくらい明確な線が引かれている。大谷最大の武器はパワーそのものではない。バットを構える、タイミングを取る、そしてスイングをするまでの一連の流れ、それがどの打席でも
投手のどんな球に対してもブレない一貫性だ。違う打席でも同じ動画を見ているかのようにフローが一致している。そこがクレイジーなんだよと、大谷選手の打撃動作の一貫性についてクレイジーと述べたのでした。このようにメッツ監督を微笑ませ、メッツ主砲からクレイジーと言われた大谷選手。ヤンキースとのワールドシリーズでは、大谷選手の意外な所作が米国において称賛を集めました。大谷選手はベンチでひまわりの種をよく食べています。ワールドシリーズの大舞台でもベンチで栄養価の高いひまわりの種を食べていた大谷選手。米国ファンが注目したのはその所作でした。大谷選手は手に紙コップを持っており、殻をきちんとそこに捨てていたのです。米ニュース番組ザ・デイリーショーで研究員を務めるレジ・ウェード氏は、大谷は本当にしっかりしている。彼は種を地面に落とすことさえしないと驚きを持って動画を公開。この投稿をチェックした米国ファンからは、間違いなく尊敬するよ、礼儀正しい、とても上品だ、 LA の全員がこれを実行できればいいのだが、彼を見習いたい、私は日本の文化が大好きだといった称賛コメントが続々寄せられました。米国ファンが驚いたのは無理もありません。メジャーリーグでは選手や監督はひまわりの種の殻などをベンチ床に吐き捨てます。そのためメジャーのベンチは日本では見られないほどゴミが散乱しているそうです。そんなメジャーの文化について関係者は、これは日本とアメリカの文化の違いでしょう。メジャーリーガーがベンチの床に紙コップやひまわりの種の殻を捨てるのにはちゃんとした理由があります。選手がおのおのゴミをゴミ箱に捨てれば、ベンチを清掃する人間の仕事を奪うことになります。日本人の感覚では考えにくいことですが、アメリカではベンチは汚すものという認識があります。決してマナー違反ではないのですと日米の違いについて述べました。ひまわりの種を床に吐くのはこれまでの慣習なのです。日本人メジャー選手もメジャーに染まり、ひまわりの殻を床に吐き捨てます。現に山本由伸投手はひまわりの種を食べる際、コップは使わずメジャー流で床に吐きます。ドジャースで大谷選手と同じ食べ方をするのはダニー・レーマンベンチコーチのみだそうです。大谷選手としては殻を床に捨てることは運を捨てることと同じだと思っているのでしょう。そんな大谷選手はメジャーに来てもグラウンドのゴミを拾うことで米国メディアから称賛を集めています。今では当たり前の光景となった大谷選手のゴミ拾い、これは花巻東高校時代に佐々木洋監督からゴミを拾うことで運を拾うと教わって以来意識的に取り組んできたものです。自らが作成した目標達成シートの運の項目にもゴミ拾いと書き込むなど、プロに入ってからも欠かさずに実践してきました。そんな大谷選手のゴミ拾いに再び関心を寄せたドジャースネーションのノエル・サンチェス記者は、ある人にとってのゴミは別の人にとっては宝物という英語のことわざを紹介。その上で、大谷にとってある人のゴミは幸運の源なのだ。大谷にとってゴミ拾いは目新しいことではない。エンゼルスに在籍した6年間でも彼は球場などをゴミのない状態としていたと大谷選手のゴミ拾いについて伝えました。さらにサンチェス記者は、彼はドジャースと北米スポーツ史上最高額の契約を交わした今も自分に運が舞い込むようにとゴミを拾う行動を続けている。我々も彼のようにゴミ拾いの習慣をつければ同じぐらいの幸運が舞い込むかもしれない。これが日本の文化なのか。彼は子供の頃に挙げた目標を実践し続けている。もしゴミが落ちているのを見かけたら我々も翔平のようにするべきだと米国人も見習うべきと大谷選手の行動を称賛しました。大谷選手のゴミ拾いといった行動は米国においても見習うべきことと言われ始めています。そして大谷選手がメジャーで称賛されているのは礼儀正しさだけでなく、野球への取り組み姿勢やプレーという要素も当然大きいです。メジャー各球団の監督も2024年の大谷選手に対してお手上げのようです。レンジャーズのブルース・ボーチー監督、世界で最も素晴らしい選手、投げて打って盗塁もして全てのことをやる、ものすごい選手、それ以外に表現しようがない、彼以上の選手が誰なのかわからないと話し、適切な表現に困るほどでした。
レッドソックスのアレックス・コーラ監督。彼がやっていること、やってきたことは驚くべきこと。最高のアスリート。打者も投手も準備しなくてはいけない。それを彼は全てやっている。ブルペンでの練習や映像を見たり、相手の資料を確認したり、どんなスケジュールでやっているのかわからない。素晴らしい。ブルージェイズのジョン・シュナイダー監督。完封して打者で2発。なんというか、へえ、君は一体何をやってるんだって感じかな。ただただ信じられない。身体的にどう感じているのか想像できない。驚くべきことだ。彼は MLB の歴史でも前例がない境地に到達しているが、何よりも特筆すべきは試合に挑む彼の高いメンタリティだ。母国の代表としてプレーした時も仲間を励まし、常に中心的存在であり続けた。あれだけの注目を集める中で、それができるのは並大抵のことではない。タイガースのアンドリュー・ジェイ・ヒンチ監督。全てにおいて最高レベルでエリート級。彼に対して脱帽しなくてはいけないし、世代を代表する選手と対戦していることを理解する必要がある。対戦チームが彼に対してどう投げてくるか、対応してよりいい打者になっている。本塁打を打つときは強くスイングするし、時にはパワーよりもヒットを優先するときがある。彼はスーパーデンジャラスだ。パドレスのシルト監督も。大谷の通算175号ホームランには本当に驚かされた。あのボールがスタンドに消えるとは思ってもみなかった。彼のすごいところは反対方向にも大きな打球を打てるところだ。彼との勝負をなるべく避けるようにする。にしても彼は打球にどうすればあんなスピンをかけられるのか。ツインズのバルデッティ監督。彼は間違いなく MLB トップの人気選手だ。試合中も目を奪われる存在で、彼が盗塁や走塁にも積極的であることに警戒が必要だ。ホワイトソックスのグリフォル監督。バッティングやピッチングだけでなく、あのスピードも持ち合わせているのは脅威。今年の大谷には手がつけられない。カブス・カウンセル監督。強引さがなく、片手で軽く払ったように見えたが、スタンドまで到達するとは。だが感心しているのは彼のパワーより走塁だ。いくらメジャーでもボールがミットに収まるまでアウトは確定しない。そのことを理解しているからこそ全力で走る。来年以降も大谷選手に対する称賛はとどまることはないでしょう。ドジャースの面々が語る大谷翔平の人間性。 MLB ほぼ全球団の監督から多大な称賛を受けている大谷選手。そんな大谷選手ですが、ドジャース首脳陣、選手たちからもそのプレーと人間性について称賛されています。デーブ・ロバーツ監督はスプリングトレーニングの時期から大谷選手を称賛していました。ロバーツ監督は大谷選手の注目度について、野球やスポーツに関わる人なら誰でも翔平がドジャースであることの大きさと、それがこの組織全体に与える影響の大きさを理解していると思う。翔平がジョー・ケリーとその家族に送ったものを参考にしたかもしれないと言及。背番号17を譲ったケリー投手に対して高級車ポルシェで感謝の意を示した大谷選手の件を引き合いに出し、チームに溶け込もうと細やかな気配りをしていることを評価しました。さらにロバーツ監督はスーパースターを例に出し、スーパースターの中には卵の殻の上を歩いているような感覚がある人もいると思います。翔平に関しては彼がそれを望んでいないことは分かっています。彼は他の皆と同じようになりたい。そしてただ我々がチャンピオンシップに勝つのを助けたいだけだと、頼もしい存在であることを認めました。また大谷選手をチームのリーダーの一人だと見ていると明かしたロバーツ監督。ロバーツ監督は大谷選手の性格に関して、彼はとても好感が持てる人だ。人々は彼に引き寄せられます。コーチや選手が彼を観察しようとして、彼がどのように働くのか、何が彼を興奮させるのかを見るのは私にとって楽しいです。彼は確かに好感が持てる人物であり、彼のような性格の人が私たちと一緒にいるのはとても幸運ですと大谷選手の人間性を称賛したのでした。そんな中、英誌ザ・ガーディアンは翔平大谷、ドジャースの謙虚でごくごく普通のスーパースターはいかにして野球界最高の舞台にたどり着いたかとの見出しで記事を掲載。野球が主要スポーツでない欧州、しかも英国の老舗高級紙が扱う話題としては珍しいことです。同記事の本文では、ドジャースの7億ドルのセンセーションは MLB プレーオフのデビューに向け準備をしているが、チームメイトは彼について、その非現実的な才能とは裏腹に
驚くほど地に足のついた選手だと語る。デーブ・ロバーツはショウヘイ・オオタニを職人肌と表現する。礼儀正しく、とても謙虚であり、そして誰とでも分け隔てなく接する。正直、毎日どんな交流の場でも存在感があるし、人を引きつけるものを持っている。と記し、指揮官が感じた大谷選手の人となりを紹介しました。加えて、同氏はエンゼルス時代の大谷選手も指導した経験のあるディノ・エベル三塁コーチに、これらが本当のショウヘイの姿なのかと尋ねると、エベルコーチは身を乗り出して、それが彼だ。本当だよ。彼はただ単にショウヘイ・オオタニという人間であることを望んでいるんだ。と答えたのでした。シーズン中もロバーツ監督は、ショウヘイは明らかに楽しい人で、それが彼の特徴。規律正しく、そこは予想通りだったが、彼がこんなにもコーチの指導を受けたがっているとは思っていなかった。打つこと、走ることなど、私自身も彼といろいろ話をした。素晴らしい才能を持ちながら、さらに上を目指したいという思いが強く、野球を愛している。本当に素晴らしいことだ。と明かしています。そして、見事ロバーツ監督の期待に応え、ドジャース世界一の原動力となりました。ロバーツ監督は、全日程終了後、大谷選手について、スーパースターぶりを見せていた。驚くことといえば、期待がある中で、その期待を背負い、毎日それに応えていたことだ。どれほどのプレッシャーか想像もできないが、彼はしっかり準備することに集中していた。彼は我々の想像を超えてきた。序盤はボール球を追いかけることもあったが、この1ヶ月はゾーンに入っていた。と大谷選手を称賛したのでした。さらにロバーツ監督は、リーグ優勝決定シリーズ第5戦の前、世界中で最高の舞台に立つショウヘイを見てもらいたい。野球のためにそれを望む。ショウヘイにとっては彼が契約したのはこのためだ。と胸中を吐露しました。次にフリードマン編成本部長です。フリードマン編成本部長は、オフの間、彼は多くの時間をドジャースタジアムでの練習に充てていた。我々は彼の野球に取り組む姿勢が一流であることは知っていた。ただ、実際にこの目で見るまでは全てはわからなかった。彼は何をやるにしても、意図を持って計画的に動いていた。一つ一つ意図がはっきりしている。我々のトレーニングスタッフも、手術から戻ってきた選手が彼のように行動しているのは見たことがないと話していたよ。例えば、多くの選手はケージに入った時、なんとなくバットを振っているが、大谷はスイングをする前、実戦をイメージしてルーティン作業を行うなど、一回一回のスイングに意図があった。そういった姿勢はウェイトルームでもフィールドでも同じだった。と大谷選手の練習への姿勢を称賛しました。次に通算212勝のレジェンド投手、クレイトン・カーショー投手です。カーショー投手はベースポーツ専門局 FOX スポーツの取材で、大谷選手について、彼のチームメイトでいられるのが本当に嬉しいと、大谷選手がチームメイトでいることについて喜びを表しました。カーショー投手は、どんなスーパースターが来ても他のチームから来たんだから性格はわからないだろう。だからたくさんの人に、翔平ってどんなやつって聞くんだけど、クラブハウスで一緒に過ごしてその環境に入るまでは実際にはわからないとした上で、彼のクラブハウスでの存在感はいくら褒めても足りないくらいだ。彼の勤勉さや仕事に対する姿勢もそう。彼はみんなと仲良くしていて、実際話したり一緒にいるのはかなり面白い。とても楽しいよ。私たちのチームに入ってくれて嬉しいと、大谷選手の人間性について絶賛したのでした。カーショー投手は、大谷選手の入団直後から大谷選手を常々称賛しています。カーショー投手はスプリングトレーニングでの取材において、大谷選手がドジャースに移籍してきたことについて、アンビリーバブルだ。ショウヘイを獲得して、この状況を見れば何が起きているかはわかるだろう。2024年を通じてこんな感じか、それ以上になる。彼とはちょうど少し話したところだ。彼のことをそんなによく知っているわけではないけど、彼は頭の回転が速いようで、この喧騒にも上手に対応できると思う。と述べました。さらに、カーショー投手は、ドジャースにおける大谷フィーバーについて、正直言って他の選手たちにとっていいことになるはずだ。ムーキー、フレディ、彼ら自身もスーパースターだけど、注目は四六時中ショウヘイに行くことになる。これまで見てきたことを考えると、彼はそれに対処できると思うし、
私たちのチームにとっていいことになるはずだ、とチーム全体への好影響に期待を寄せていました。またカーショー投手はシーズンに入ると大谷選手の打撃についてたびたび称賛していました。カーショー投手は大谷選手が11号を放った際、いや、ここまですごいのはエンゼルス時代でも見た記憶がないよ。後でハイライトとか見てもこの爆発はやばい、信じられないよ、彼が放つ打球はとても強力、他の選手でも見たことがない、本当にすごい、見ていて楽しいよ。彼がすごいパワーの持ち主なのは知っていたが、打者としてもここまで優れていたとは知らなかった。ストライクの見極めだったりスイングの修正だったり、多くの選手が普通ならヒットにできない球もヒットにする、もちろん失投も捉えるけど、難しい球を打つし速い球も打つ、左投手からも打つし、とにかく感心するよ、と述べました。さらにカーショー投手は大谷選手が144メートルの30号ホームランを放った際、あれはすごかった、右打者の何人かは場外を打てるが左打者が打つとは言葉がないよ、今まで見たことがないよ、と大谷選手のパワーに驚愕していました。そして優勝後、カーショー投手は大谷選手について、来季投げるためのリハビリをしながら毎晩のように特別なことをやってくれる、それは本当に驚くべきことだ、彼が勝利にどれほどこだわっているかは明らかで、特にビッグゲームでのエネルギーはすごい、間違いなくチームに活力を与えている、と称賛したのでした。次にワールドシリーズ MVP のフレディ・フリーマン選手です。2人が初めてチームメートとして話したのは山本由伸投手の移籍交渉に同席した場面、そこで大谷選手はフリーマン選手に向かって、チャーリーはどこ？と尋ねたといいます。この場面についてフリーマン選手の妻チェルシーさんはインスタグラムで、契約後にドジャースタジアムで翔平が最初にかけた言葉がチャーリーはどこだったと証言しています。チャーリー君のことを覚えていてくれた大谷選手に関してフリーマン選手は、翔平がそういう人間だと分かって嬉しいよ、毎日チャーリーはどこと翔平が聞き、私がチャーリーはもうすぐ来るよと答え合っているんだ、土曜日にはチャーリーを連れてくるつもりだけど、きっとまとわりつくだろうから翔平がうんざりしないといいけどね、そうやって他の人を気にかけるところが翔平の素晴らしいところだ、2年前に会った子供のことを覚えてくれてまた会いたいと言ってくれることで、翔平がただのすごい選手であるだけでなくフィールド外でも素晴らしい人間だと感じた、今後の10年間、そして私にとっては4年間、彼がいてくれる私たちは本当にラッキーだ、彼は最高のやつであり常に練習している、世界最高の選手が絶え間なく努力しているのはクールだよ、年上の選手も若い選手もそれに気づくだろうね、私たちはこれから長い時間を共にするが楽しくなると思うよ、と大谷選手への期待と称賛の言葉を惜しみませんでした。そんなフリーマン選手ですが、学生時代は自身も二刀流にチャレンジしていました。フリーマン選手は大谷選手がエンゼルスに在籍していた頃からたびたび名前を出して大谷選手を称賛していました。大谷選手の二刀流についてフリーマン選手はあるメディアの取材で次のように述べています。僕がメジャーデビューした頃には二刀流という概念すら存在しなかった、打者と投手はそれぞれ役割が決まっていてそれが当たり前だったし、プロというのはそういうものだと自分でも信じていたんだ、自分で投げて自分で抑えて試合を決めるなんて憧れるけど、それは漫画やアニメの世界の話だと思っていたからね、もし昔に戻れるとして彼のように二刀流を目指すか、答えはノーだね、僕も投手をしていたけど彼のように投げ続けていたら半年も持たずに腕が壊れていたはずだ、それくらい翔平がやっていることはすごいんだ、二刀流の扉を開いただけでなくそれを続けていること自体がすごい、これから多くの選手が翔平を目指して挑戦するだろうけど誰もが彼のようにはなれないだろう、と大谷選手が二刀流を継続していることの偉大さを称賛しました。さらにフリーマン選手はこう続けます。野球は打つだけでも十分大変なスポーツだ、毎日試合の5時間前からトレーニングして準備をしなきゃならない、その上でピッチングのための練習や準備を追加するなんて想像もつかないスケジュールだよ、一日でもくたびれるはずなのにそれを半年以上毎日こなしているのは本当に信じられない、並外れた身体能力だけじゃなく強靭な精神力も必要だろうね、
翔平がどんなルーティンをこなしているのか、そしてどのように試合に臨んでいるのか、彼のことをもっと知りたいよと大谷選手のルーティンについて興味を示していました。そして MVP 経験のあるユーティリティープレイヤーであるベッツ選手です。高い打撃能力に加え、内野と外野を守り、ドジャースを守備と攻撃の両面で支えてきました。そんなベッツ選手でさえドジャース移籍前から大谷選手に強い敬意を抱いていました。2023年7月8日、ドジャースとエンゼルスの対戦で大谷選手と初めて言葉を交わし、その後アメリカのポッドキャスト番組ファウルテリトリーに出演したベッツ選手。ベッツ選手は当時 FA で揺れていた大谷選手について、翔平には幸せな選択をしてほしい、どのチームでも彼が加われば強くなると語っています。そして大谷選手がドジャース移籍を発表した際には、翔平が決断したと聞いて本当に嬉しかったと移籍を心から歓迎しました。ベッツ選手は2024年のスプリングトレーニングでも大谷選手について、彼の体格や速さ、パワーに毎日驚かされている、これからの打線がとても楽しみだし、彼の伝説を間近で見られることにワクワクしていると絶賛。お互いにリスペクトを抱く2人の関係はファンからも注目されています。その一方で大谷選手も MLB デビューからベッツ選手を一目置いていました。2018年4月18日、レッドソックスとの試合でベッツ選手が放った一打は大谷選手の記憶に鮮明に残っています。また2023年の WBC 決勝戦前の声出しで、憧れるのをやめましょうとチームメートを鼓舞する中でベッツ選手の名を挙げていました。2023年7月の MLB オールスターゲームでも大谷選手は、ベッツ選手のオールラウンドな能力には驚かされると自身が思う一番エキサイティングな選手にベッツ選手の名を挙げたのでした。そしてドジャースでチームメートとなり、共に世界一の原動力となった2人。ベッツ選手はリーグ優勝シリーズのメッツ戦の前、記者会見において、大谷選手について、彼の野球選手としてだけでなく、ここ7、8ヶ月で彼の人間性について学んだことは何ですかと聞かれ、彼は普通の人、あなたや私と同じように普通の人、ただ私たちにはできないスーパーパワーを持っているだけだよ、ただそれだけの違い、彼は他の人と変わらず同じようにやるべき仕事をやっているだけ、何か特別なことをしているわけではないと大谷選手を普通の人と形容しました。さらに、彼のユーモアのセンスはどうですか、彼があなたを笑わせるときはどんな感じですかと聞かれたベッツ選手は、会話の中で彼はちょっとしたジョークを言ってくる、時々私たちが普段の通り話していると翔平にとってはスピードが速くなりすぎることもあるが、彼が理解できるとその一言で笑わせてくれます。それ以外では彼はクールで冷静沈着、リラックスして自分のことをしっかりやっていますと大谷選手の意外な一面について語ったのでした。さて今回の動画はいかがだったでしょうか。大谷翔平選手の活躍はその圧倒的な成績だけでなく、その人間性や礼儀正しさにおいても MLB 全体から称賛を集めています。敵将や審判に対する態度、グラウンドでのゴミ拾い、ベンチでの振る舞いなど、大谷選手の行動は素晴らしいと評価され、アメリカ人も見習うべきだと言われるほどです。エンゼルス時代からドジャースに移籍した現在まで、チームメートや監督、コーチたちは大谷選手の野球への取り組み姿勢や謙虚な人柄を絶賛しています。レジェンド選手のカーショー投手や MVP 経験者のフリーマン選手、ベッツ選手といった超一流選手たちでさえ大谷選手の存在に驚き、尊敬の念を抱いているのです。大谷選手が今後もファンを魅了するパフォーマンスを続ける限り、その礼儀正しさと人間性は野球界全体にいい影響を与え続けるでしょう。彼の存在はまさに野球界の宝と言えるのかもしれません。最後までご視聴ありがとうございました。このチャンネルでは野球に関する動画を随時アップしていきますので、取り上げてほしい話題などがあればぜひコメント欄にてお待ちしております。最後まで見ていただけた方は高評価やチャンネル登録をよろしくお願いします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。